こんにちは。皆さんこんにちは。イエーイ。田畑松本です。イエーイ。ということでここに手に持ってるんですけど、皆さんネット妄想部 DVD 現在スマホショップで発売中なんですけれども、見てくれたかな。すごいね。めちゃくちゃ多い。今もうビシバシバ俺のソウルに響きました。あ、響いた。響きました。俺脳に響いたわ今。あ、脳に響いた。いい感じに。全員見てたね。きっと見てくれてる、うん、これ逆に見てなかったら多分見なきゃいけないやつだったので見てくれるから。焦ってるから焦ってますね、見てない人ということで、あの DVD で僕らも見たんですけど、ガク、もう見たよな。どうやった。見た。いや、これあの僕らの仲の良さがもう全部出てるんで。そうやな。僕普段見ないんですよ自分の作品、うん、これだけは見ましたねだからそれぐらい期待して大丈夫だと思います。ヒデどうだった。いや、まあさ、これさ、あの結構あのすごい見やすいやん、分数的に。1話、うん、1話1話がコンパクトになってるから、うん、だからなんかこう見やすいんですけど、うん、配信されてで見た方とかは、うん、なんかよくこう、ね、コメントとかでいただいたんですけど、電車で見るんじゃなかったとか、あ、そういうのをもらってすっごい嬉しかったんですよ。いいね。でもなんかそのぐらい僕らも超ね、うん、弾けてというか、面白かった。あの面白い台本に乗っかって、うん、さらに面白いことを、ね、ゴーゴーソーゴー。バイタカシケンスケ、バイタカシケンスケ、それやっとけよ。いや、ゴーゴーソーゴーですです。折れへん2人のめっちゃ使う補足のやつら。これね、見てください。探してください。そう、あのケンスケがその妄想ゴーっていうのを実はアドリブでどっかで言ってて、うもうあの会議はね、見てた通り可愛いんですけど、うもうね、ずっとデスデスってね、後半に言ってんだよね、うん、前半とかね、実は隠してるっていうかね、まあそれはネタバレになっちゃうからあんま言えないんですけど、ね、あの見たら分かるんで、ね、はい面白いポイントが本当にたくさんあるんで、うん、ぜひ見て、あの妄想、いろんな妄想していただけたらと思います。はい、はい、お願いします。そしてですね、はい、あのなんとこの DVD 発売イベントが5月の11日に清涼会館という場所で開催いたします。やばない、なんかイベントだよ。怖いこういうとこあるんですよ10年やってて無視。いや普通に無視怖っ。いやもう本当にイベントでありがたいことにやらせていただくのでね、はい、もう本当にあの皆さんを笑かしに行きます。いや本当にね、あ、ここでハードル上げるとな、結構自分の首絞めることになるけど急に現実感やろ。うん、けど笑かしますね。だからね、あの、うん、何します。え、何しようか。なんかさ、なんだろうな。え、これさあ、でもまあもうでもさ、これ妄想やからさ何でもやりやもんな。確かに。なんかさ、このジャージで出えへん、みんなで。あとかさ、そういうのとかさ、やりたくない。やりたい、やりたい。このさ、うさぎのうさぎで出ればいいじゃん。あ、なるほどね。全然出たい。俺、このあれで出れば、杖持って。モーリーさん。モーリーさんで出るわ。確かに、それぐらいやりたいよね。そうだね。うん、でもしかしたら僕らのこんな、ね、劇中の姿も見れるかもなんてことを妄想しつつ、うん、ぜひね、劇場じゃないわ、会館に、ね、うん、来ていただけたら、はい、あの僕らが妄想空間をお届けするので、うん、繰り広げますよ。で、この DVD にね、収まらない僕らのね、生の迫力と顔芸とアドリブをお届けしたいと思うんで、楽しみにしてください。ぜひ DVD も見て、メイキングもたくさんあるんで見て、そして5月11日会いに来てくれたらすごく嬉しいです。はい、じゃあ皆さん5月11日に見た人必ず会いましょう。お会いしましょう。じゃあねー。ゴー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 。うるせ